機内はアメリカ合衆国アラスカ州、機内ペニンシュラ郡にある都市。2007年時点での人口は6971人。近くに機内、フィールド国立公園がある。本来の英語の発音は機内より、キー内に近く本都市をキ内と表記している文献。ホームページも多数あるが、ここではアラスカ州政府日本支局の表記である、機内に従っている。 機内市は、アラスカ州南部の北緯60度33分31秒、整形151度13分47秒、北緯60.55861度整形151.22972度、60.55861-151.22972、アラスカ州最大の都市アンカレッジから陸路で、約 255km、東京からは直線距離で、 約5 5 0 0トルの地点にある。機内半島の西側、機内側の川口近くにあり、クック湾に面している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、機内の総面積は9 2キロ平方メートルで、そのうち7 7 4 k 平方メートルが陸地1 4 6キロ平方メートルが水域となっている。2000年の国勢調査によると、 機内には6942人、2622世帯、1788家族の人々が暮らしている。人口密度は 1K 平方メートルあたり89.6人で、住宅密度は 1K 平方メートルあたり38.8件となっている。人種構成は総人口6942人の内白人が82.76%、黒人、または アフリカ系が0.49%、ネイティブアメリカンが8.74%、アジア系が1.66%、太平洋系が0.23%、その他が1.12%となっている。また、5.00%が根血で、3.82%がヒスパニック、またはラティーノである。全世帯2622世帯のうち40.7%に18歳以下の、 子供がおり50.5%で結婚した男女が共に暮らしており12.2%が女性が世帯主になっている世帯である。また26.3%の世帯が一人暮らしをしており6.1%は一人で暮らす65歳以上の老人である。1世帯あたりの平均構成人数は2.64人、1家族あたりの平均構成人数は3.20人で、 ある。18歳以下の子供が32.8%、18歳から24歳までが7.7%、25歳から44歳までが31.3%、45歳から64歳までが21.8%、65歳以上の老人が6.24%となっており、年齢の成長値は32歳である。 女性100人に対する男性の人数は97.7人で、18歳以上の女性100人に対する男性の人数は96.6人で、ある。1世帯あたりの平均年収は45,962ドルで、1家族あたりの平均年収は56,856 56ドルで、ある。男性の平均年収48,371ドルに対して、 女性の平均年収は27,112ドルと約2万ドルの差がある。一人あたりの所得は2789ドル。人口の9.8%が貧困線を下回る生活をしており、このうち12.5%が18歳以下の子供、4.2%が65歳以上の老人である。機内という名前の由来はロシア語で、 機内半島地域を指していた不毛で平らな土地を表すケンスカイアとも、イヌイットの言葉でアメリカグマを表すケナイとも言われる。考古学的には、カチェマック人が紀元前1000年頃からデナイナーシャーバスカンインディアンに追い出される西暦1000年頃まで居住していたことが確認されている。 ロシア人が到達する以前は、デナイナ人の集落が形成されており、滑り降りるところという意味の SHKE トゥック T と呼ばれていた。1741年に、ロシア人が交易のために到達した頃には、人口は1000人余りで、ロシアの交易省はこの集落の人々を、ケンゼェ、または、ケナイピープルと呼んでいた。1971年に、集落の中心部に、 毛皮と魚を取り扱うロシアのセントニコラス交易所が建てられ、アラスカでコディアックに続く2番目のロシア人居住地となった。しかしその後先住民であるデナイナ人とロシア人との間で対立が深まり、1797年にはデナイナ人がセントニコラス交易所を襲撃し100名以上の死者を出す機内の戦いが発生した。また1838年には、 天然痘が流行し、デナイナ人の半数が死亡した。1869年に、アメリカ合衆国がアラスカを購入した、ことにより機内には、機内要塞が建設されたが、それはすぐに、放棄されてしまった。また1888年には、アレキサンダー・キングによって、金が発見されたが、これは後に、フェアバンクスやノーム、コデヤックなどで発見された金と比べると、少量であった。 1894年に、種の商店制度が村に建設され、現在でも機内市内に残存している。1900年代初頭に、海運会社が設立されたことできないは、港町として発展し始め、さらに缶詰会社ができたことにより機内では、商業漁業の波が押し寄せ村内の重要な産業となった。1937年からは、機内空港の建設が始まった。 1940年にはアンカレッジとの間に道路が開通したが、舗装された道の開通までには1956年のケナイシュプールハイウェイを待つことになる。1953年にはワイルドウッド基地が通信所として建設されたが、現在はアラスカ州に買収されて刑務施設となっている。 1957年に機内の北西 32km のスワンソン川で石油が発見されて、主要なものとしてはアラスカ発となり、1965年にはクックワン沖合でも石油が発見されて機内は、石油産業都市として急成長を遂げた。ありがとうございます。